はい、私の今日のタイトルは進化は生物の統合的理解をする元であるというそういうお話です。それで、進化の考えは遺伝子の話だけではないということも言いたいと思います。はい、生物はものすごく多様です。本当にいろいろな種類があって、本当に何万万種何百万種いるのか私たちは分かりません。それからそういうその何万何百万といる種類がそれぞれ生物としてある種の階層を作っています。遺伝子は一番 の、 その生物を作る情報ですけれども、それがタンパク質などを作り、それが細胞という塊を作り、それが集まって器官ができて、そして一つの個体というのができて、その個体が集まって個体群になり、違う種類の個体群が集まって群衆になり、そして最終的にこの地球上にいる全ての生態系というものができます。はい、そこで、問題は、生物学というのはその生物学 の、 たくさんの、分野があって、その諸分野でそれぞれ膨大な知識を解明してきました。でこういう知識を統合して生命現象って一体何だろうということを真に理解する、それに到達するにはこの膨大な知識を前にどうしたらよいのでしょう。でそういうことができなければ私たちはいつまでたってもその生命に関する膨大な情報の海に溺れるだけで、私たちはどこから来てどこ行くのかという疑問に対する洞察というのはなかなか生まれにくいのではないかと危惧します。で私が思うに生物学全体を見渡して非常に大きな疑問っていうのは、なぜこんなにたくさんの異なる種が存在するのか、生物多様性の問題で、それら同士の関係はどうなのか、系統関係の問題で、そしてなぜ、それぞれの生物は、一見非常にうまくできているか、まあ、よく見るとそれほど完璧じゃないところもありますけれど、すごくうまくできているのはどうしてなのかということを考えることで、その答えは進化であると、進化を考えることだと思います。私の前のペールボルクさん の、 先生 の、 ご講演も、マイクロの部分でダイバーシティとファイロジェニットアダプテーションの話が入っていたんだと思います。生物の系統関係、トゥリーオブライフっていうその系統関係を書いたものは最近、ゲノムの研究によってどんどん明らかになってきましたが、本当に一つのオリジンから、全てのものが分かれたので、共通性もあればそれぞれの違うところもあると、その全体を理解するのは進化の、ピクチャーがないとできません。生物がどんなに素晴らしい形質を持っているか、どんなにアダプテーション、適応ってすごいかっていうのの一つの例は、私が最近好きな例が四つ目魚です。この魚はアマゾンに住んでいて、グッピーに近い系統です。でこの目がですね、普通に2つもちろんあるんですけれど、その目2つの目の真ん中に膜があって、上の目と下の目、上の目と下の目で4つに見えます。でこれはですね、レンズが、水晶体がように変な形に曲がっていまして、水の中から来る光が通るレンズの長さは長くて、地上から来る光が通ってくるレンズ の、 長さは短くて、でそれぞれ水中から来た光もちゃんと網膜に、イメージを結び、地上から来る光 の、 イメージもちゃんと網膜の下にこの方に結ばれて、両方の像が見えます。どうしてこんなにすごいことができるのか、これが、こういうこれ の、 その、作られ方、進化の道筋というのも調べれば、今は調べて、解明できるんじゃないかと思います。もう一つ私の大好きな例はヒラメ の、 カムフラージュです。どこにいるか分かりますか？ヒラメはすごくよくカムフラージュして背景に溶け込んでいます。
で、どのくらいすごい能力かというと、こういうこともできます。もうあれですね、チェス盤に乗せたら自分もチェス盤になれるくらい。どうしてこんなことができるんでしょうと。それには、ちょっとどういう疑問をどういうアプローチで研究するかということに、を考えないといけません。それを最初に提唱したのはニコ・ティンバーゲンという人で、オランダ生まれの動物行動学者、動物行動学の元祖の一人と言われている人ですが、コンラート・ローレンツ・カール・フォン・フリッシュとともに73年にノーベル賞を取りました。彼が提唱したのは、こういう素晴らしい形質がどうしてできるかという、どうしてなぜには4つのアプローチがあるということです。で、一つは、どういうメカニズムがあるからそれができるのかということ、もう一つは、どういう機能を果たしているからそういうものが、持たれているのか、でそれからそれはその発生の過程で、発達の過程でどうやって発達してくるのか、でそれから歴史をたどると、もともとどんな形質からそれが出てきたのかという4つの、資金要因、究極要因、発達要因、系統進化要因といいますが、この4つを別にのアプローチで、こういう4つの別々のアプローチで、疑問をなんでっていう疑問に、トライすることができます。で、進化を考えると、それは歴史の話になりますね。それぞれの集団が歴史的にたどった道で起こったこと。で、そうするとその歴史の進み方っていうのは二度と同じものがないので、それから歴史にある一定の目的や方向性もないので、例えばチンパンジーと人間は一番今近縁な近い動物ですけど、じゃああとどのくらいするとチンパンジーは人間になりますかなんていうのは意味ないですね。そんなことはなりませんし、チンパンジーに言わせればなりたくないってばって言ってるかもしれません。なので歴史の進み方っていうのは難しいんですけれども、それでも、その普遍性をある種抽出することはできます。で、進化には、偶然と必然があり、理論が立てられ、予測も立てることが、できます。歴史は科学として成り立つことは可能です。で、その次にちょっとアダプテーションとか進化を考えるときに注意を しなきゃいけないことっていうのを、話したいと思います。で、それは一つは群淘汰の誤りという話です。で、昔ですね、1970年代ぐらいまでみんな当たり前に、進化は、種のために起こる、種が種にとって都合のいいように起こる、またはその集団にとっての利益が優先されて、みんなが集団が良くなるから進化が起こるというようなことをナイーブに考えていました。しかしそのあたりから70年代ぐらいから進化の話を本当に考えるためには遺伝子の複製率に着目しなくてはいけないんだと、そのジーンセレクションという遺伝子進化ということをが重要だということになり、グループセレクション、その群淘汰、集団にとって有利な性質が進化するというのは誤りとして、捨て去られることになりました。で、ジーンセレクションになったんですけれども、最初に申しましたように、遺伝子の話だけではなくて、個体が何をやっているかとか、その個体の中にもオスとメスがいるとか、いろいろなことが分かってきましたら、何にとって有利かということが、誰に何にっていうのの間に葛藤があることが分かってきました。で、それは一つの個体の中に存在する遺伝子の違う遺伝子同士の間にも対立葛藤があるし、その遺伝子が父から来たのか、お父さん側から来たのか、お母さん側から来たのかということで、父方由来の遺伝子と母方由来の遺伝子の間にも葛藤があることが分かってきました。そして個体として見たら、オスがやることとメスがやることの間には葛藤があり、オスが
自分にとって都合のいいことをやろうとすると、それはメスにとっては都合が悪い。でそうするとメスはそれをやめさせようと、対抗戦略を、打ち出して、でそうするとオスはそれをもっと凌駕しようとする、対抗戦略を打ち出してというふうに軍拡競争が起こるということも分かってきました。でそして、最初にグループセレクションは間違いだと言いましたが、それでも個体がやると都合がいいことと、そうするとその所属する集団全体には、良くないことになるという葛藤は確かに存在し、それでどっちが勝つか、その1個体の中にある A 遺伝子が勝つのか B 遺伝子が勝つのか、また父方由来の遺伝子が勝つのか母方由来の遺伝子が勝つのか、オスが勝つのかメスが勝つのか、個体の利益が勝つのか所属する集団の利益が勝つのか、その間には葛藤があり、場合に応じて、そして利益の大きさ、コストの大きさに応じて、決まる、そういうすごく複雑なシステムなんだということが分かってきました。はい、それで、進化的な考えとか進化学っていうのは生物学を統合するものとして、随分発展してきたというのは特にゲノムの解析がすごく、できるようになってから、どんどん進化的な考えで、いろんな生物の側面を考えるということはできてきたと思います。それでちょっと、これからのことで私が特に今力を入れていることなんですが、人文系の諸学ヒューマニティスタディーズというのと進化の考えをどうやってこれから、まとめていくかという話をしたいと思います。で、生物学は生物としての存在がどう進化するか、生物進化の考えを、持って研究を進めます。で人間っていうのは人という動物ですから、人類進化っていうのは人という動物の進化を扱ってきました。で、そのヒューマニティーズって人文社会諸学っていうのは、例えば心理学っていうのは人の脳と行動がどう、働いている、人の脳みそがどう働いて心理がどう働いて行動が生まれるかを、研究すること。で文化人類学、社会人類学っていうのは人がいろんなところでどんな暮らしをしてどういう文化を持っているかを研究すること。で社会学、経済学っていうのは人がたくさん集まってシステムになっているところで何が起こっているかということを研究すること。あと宗教も哲学も言語も文学も、人間がやっていることです。でそうすると人間がやっていることっていうのは、人間は人という動物だし、人という動物が進化させたしてきた脳を使ってやっていることなので、これら諸学、人文諸学を何か進化的観点から考えることはできないかと思っています。ところがですね、進化の考えと人文系諸学というのはとても相性が悪くて今まで来ています。まず進化という考え自体を受け入れるか否かということがありますが、そういうそれを超えて進化一般というのを受け入れても、人間の心っていうのは関係ない、別だと考える人もいます。で人間の心も進化の産物だとそこまで受け入れても、でも理性による行動とか思考考え文化の方がずっと大事なので、人間の進化の部分っていうのは無視してよいと考える人もたくさんいます。で人文社会系諸学というのは2000年ぐらい前から哲学をはじめとして進化の考えとは独立に考えられて形成されてきたという長い長い歴史的経緯がありますので、今進化ということが急速にいろいろ分かってきたということで、人文諸学にも進化の考えを当てはめてはどうかという私の提案のようなことっていうのは結構侵略されているように感じるというか結構な抵抗があります。で現代の心理学というのはこの二人の人、ウィルヘルム・ブントという人と、ウィリアム・ジェームスという人が、その元祖として有名です。でブントはドイツの人で、実験心理学の、
祖だと言われていて、ウィリアム・ジェームスはアメリカ の医者哲学者ですが、機能的な心理学というのを始めた、そういう階層の元祖の人だと言われています。で、心理学というのは人間を含む動物というか、まあ、人間の方に軸足はありますが、心の機能とか行動を科学的に探求したいと。で、個人的および社会的行動のその基盤になっている心的機能を明らかにしたいと。で、そこには認知、感覚、行動、情動、学習がもたらす、心的メカニズム、まあ、こういうことをいろいろ明らかにしたいということで、長年その研究がされてきたんですが、心理学は長らく物理学をモデルとして発展してきました。で、そこで生物進化とか生物学とは結構疎遠で、特に生物進化の考えというのは全く疎遠で、来ました。その物理学をモデルとして発展したので、行動主義というようなエクストリーム の学派っていうのは、生物としての 人間の心とか動物の心とは関係なく、刺激に対してどう反応するかを調べれば真理は分かるというふうな、極端なところまで行きました。それからここに認知とかいろいろ書きましたが、従来の心理学が最も研究をしなかったのは情動です。エモーションです。エモーションは測れないからということで、計測できないからということで、ほとんど情動に関してエモーションに関しては研究してきませんでした。現在はだいぶ変わってますけど。で、人文社会系統学が非常に生物学が嫌いだという、そのバイオフォービアというのがありますが、それは優生主義ですね。20世紀前半まで随分こう流星あった優生主義というのが、遺伝学と結びついていたので、それが嫌われたと。で、それがナチ の結果に終わったことが非常に、遺伝学または生物学全般を社会系が、人文社会系が嫌う一つの大きなイベントであったと思います。で、そこでですね、人間の行動を文化と学習によって形成されるものだと考えて、生物学はいらないという強い主張の土台が、作られて、ずっとその人文社会諸学にはその、考えの流れというのが存在し続けています。で、1975年にエドワード・ウィルソンという動物学者が、ソシオバイオロジーという本を書きました。この中でウィルソンは動物行動生態学の発展をもとに、全体をまとめた、その時点までの知識を全部まとめたんですが、この最後に、人間の行動や心理も、動物の行動の理論で、ある程度説明がつくだろうし、人文社会系の諸学はそちらの方に、向かっていかねばならない、向かっていくだろうということを書きました。で、そこですごい論争が起こりました。十何年続いた論争だったんですが、これは、生物学的なデターミニズムであるとか、その生物学的に説明をするということは、現状を肯定することになる誤った科学だとか、ナチズムの再来だとか、いろいろそのものすごいその反論というか、すごい反論が出て、論争が十何年続きました。で、その内容が本当にどういう論争だったのか、何だったのか、そこからレッスンはこう我々が学べることはあるのかということを詳しく書いた本が Defenders of the Truth という本がありますので、それは今はそういう総まとめはされています。今日はその話はしませんけれど。で、その論争は私は決して無駄だったとは思いませんけれども、その一方で、人間の行動と生態を進化の観点から、考え直して、分析をする枠組みを作ろうという運動は、運動というか、そういう学問の形成は静かに発展していきました。
ヒューマンビヘイビュラルイコロジーと人間行動生態学というのは、ナポレオン・シャグノンとビル・アイアンズというこの2人が、まあ始めたというところがありますけれども、小規模で伝統的な社会、狩猟採集民とか、焼き畑農耕民とかそういう人たちの社会、そしてまた我々自身の現代の社会の人々も、観察の対象になります。で、そういう細かい行動観察をもとに、一般的なその行動生態学、動物一般のその理論である、採食戦略、配偶戦略、親の子に対する投資の理論、血縁淘汰、利他行動、親と子の対立、生活史などを、一般的に理論を、その人間の行動に応用して、でそして文化の違いにかかわらず、そういう一般的な理論の解析によって分かることっていうのが非常に大きいことで、文化の違いもちろん あるんですが、その条件の違いとして大きく聞きますけれども、こういうアプローチが有効であるということは、次々に論文が出て、ある分野が、この分野が形成されていきました。それでですね、心理学です。でそういう、一般的な行動生態学の理論で説明ができるところが結構あるということは、人間の心理状態っていう、心理、脳の働きっていうのが、やはり生物進化の産物なので、そこには何らかの、生物学的に分析できるものがあるんではないかということですね。でジョン・トゥービーとリーダー・コスミデスという2人が、そうですね、その進化心理学というのの、元祖と言えるんですが、その主張のそのスタンスの、元にあるのは、人の脳っていうのは進化の舞台抜きに合理的に設計されたコンピューターではないということです。人の脳みそも進化の産物で、そこには何らかの、生物学的な情報処理のバイアスみたいなものがあるのではないかと、それを、考慮した心理学というのが、物理学を念頭に置いた心理学よりも真実に近いんではないかという主張です。そして次が経済学で、経済学っていうのは人は完全に合理主義者であり、1円でも得の方があったらそっちの方に行く、そっちを好むという、そういう合理的経済人の仮定から出発しました。ところがですね、人は本当にそういうふうに行動しているだろうかということを、実験してみようという実験経済学が1980年代後半から始まりました。でそうしたら、人は、本当に1円でも得ならそっちの方を好むというような、行動はしていないことが分かりました。そこで、進化ゲーム理論という、そのいろんな戦略がありいろいろな条件があったときに人は何を、好むのかということを、理論的にも計算するし、本当に脳の中でそういうことを考えているときに何が起こるかということを、計測するという進化経済学、神経経済学という分野が今発展してきています。さて最後が文化です。で文化は、行動生態学で定義をすると、遺伝情報以外で世代を超えて伝達され集団内で共有される情報ということになります。こう定義すると文化は、動物にもあります。そこでそういうふうに文化というのが遺伝以外で、伝えられる情報とすると、そういう情報、文化の情報はどうやって生成されるんでしょうか。それはどうやって伝達拡散されるんでしょうか。どうやって変異していくんでしょうか。でどんな機能を持っているから、広がるんでしょうか。でそこと人の認知のバイアスとは関係があるんでしょうか、というこういうような、疑問を、文化に関して進化生物学の手法を用いて分析することができるようになりつつあります。
して、そういう試みというのは、ピート・リチャーソンとロバート・ボイドという人が、まあ、最初 の、 ファウンダーなんですけれども、それ以後たくさんの議論が展開されてきています。今ではたくさんそういう分析がされております。で進化を考えるって私はアイデアの宝庫だと思います。でそれは必ずしもその遺伝子の情報のことに限らず、生物現象のさまざまなレベルで、何がどうしてこう起こるのかということを、知る、そのアイデアを、生み出す宝庫だと思います。でそれは、知識とは何かって、エピステモロジーというか認識論的にもいろいろな問題をはらんでおりますし、科学と社会の関係の科学社会論の面でもいろいろな考えることを含んでいます。ですから、いろんな意味で進化を考えるっていうことは、生物学を統合してこう大きなことを考えるという意味もあるし、もっとその学問のあり方みたいなことを考える上でも非常に意味が深いんではないかと思っています。どうもありがとうございました。